ナマステ、ヨギさん。インドはヨガの発祥地としてよく知られていますが、今日はインドのもう一つの宝物をご紹介します。ニームオイルです。ニームオイルはインドを中心とする熱帯地に生えるニームの木の実を潰して取れるオイルで、インドでは昔から灯油ですとか、石鹸、シャンプー、ローション、歯磨き粉や化粧品にも使われてきました。そしてそれ以外に、ガーデニングをする人にとっても非常に貴重なオイルです。貝殻虫ですとか、アブラムシ、イモムシ、ガの幼虫、ハモグリバエやコナジラミ、そしてマメコガネなど、たくさんの種類の害虫を予防するだけでなく、うどんこ病の予防にも効果的です。化学薬品ではないので、食べる直前まで食用の植物に巻いても大丈夫です。もう発生してしまった害虫に対する殺虫剤にも使えますが、基本的には予防に使います。虫が出る前から定期的にスプレーします。私は今まで葉っぱにずっとスプレーしてきましたが、地面にスプレーしてから水をまくとニームオイルが根っこから吸収されて、植物の中にその虫除け効果が発生するというのを最近読みましたんで、今年はそれをトライしてみます。すでにスプレーボトルに入ったものも売っていますが、私は純粋な 100% ニームオイルを買ってきて、水に薄めて使っています。600ml 程度のスプレーボトルにニームオイルを小さじ1杯、そして乳化剤として食器用の洗剤をほんの少し、小さじ4分の1程度加えます。虫やカビに悩まされている方、宣伝じゃありませんが、ぜひお試しください。で、今日はこのガーベラにちょっとスプレーします。はい、さて、ヨガに入りましょう。手を合わせて、目を閉じます。あるいはスクリーンを見ながら一緒に唱えましょう。オーム・サハナ・ヴァヴァトゥ、サハナ・オブ・ブーナクトゥ、サハビリアン・カラヴァヴァハイ、テジャスヴィナヴァティタマスト、マビッヴィシャヴァハイ、オムシャンテシャンテシャンティヒ。今日はヨガスートラの最後の金塊アパリグラハのお話です。不動とよく訳され、むさぼらないですとか執着しないという意味があります。まずはヨガスートラにどのように書かれているかご紹介しましょう。秘書友が不動となると生涯のあらゆる知識を得る。サンスクリット語ではある単語の前にあというのをつけると、日本語のふとかむとかひなどのように逆の意味になるので、アパリグラハはパリグラハの反対です。パリグラハの意味は所有するとか貯蔵する、執着する、しがみつくなどの他に、行ったことに対しての見返りを期待するというような意味もあります。アステイヤ、不当を盗まないの動画を見た方は、この教えが非常にアステヤに似ていることに気がつくかもしれません。アパリグラッハもアステヤのように、物品レベルでなく、もっと抽象的なレベルにも当てはめることができます。例えば、感謝されたい、尊敬されたい、世間に認められたいというような、思いなどです。あとは、
薬物の乱用ですとか、さまざまな中毒症、そして人や状況にしがみつくのもアパリグラハの対象となります。30年前に妻を事故で亡くした男性が、今でも毎週お墓参りに行って、その度にお墓の前で泣いているという話を聞いたことがあります。悲しいお話ですが、この男性は愛情からやっているとは言えません。それは愛情ではなく執着心なのです。愛する人を亡くすのは誰でも悲しいですが、その人の思い出を大切に心にしまって現在に生きないと幸せにはなれません。あるスワーミーがアパリグラハについての講義をした後に、参加者の一人が手を挙げてこう質問しました。執着しすぎてはいけないのはわかるのですが、一生懸命に働いて稼いだ給料を使って、心地よい家に住み、気に入った車を乗り回し、欲しいものを買って人生をなるべく楽しく過ごすことがなぜいけないのでしょうか。スワミはこう答えました。そういう人は何のために生きていると言えるのでしょうか。物品を集めることが幸せだとしたら、もっと幸せになるためにもっとたくさんの物品を買い集めようとするでしょう。物欲を満たすためにだけ生きて、自分がこの世に生まれた理由も知らぬまま、最終的には物品も失ってしまうので、意味のない人生を送ったことになります。と。世の中、いつ何が起きるかわかりません。何年もかけて教育を受けて、人一倍よく働き、トップにたどり着いたような人でも、たった一つのミスのためにクビになることもあります。あるいは天災や事故、病気などいつ起きるかわかりません。今日は良い収入があっても明日はどうなるかわかりません。執着心は幸せな人間でなく心の狭い人間を作り上げます。人間の欲望にはキリがありません。一つを満足させたら、また次の欲望が発生します。物品を通して幸せをつかもうとすると、嫉妬心を抱くようになったり、欲張ったり、わがままになったりします。盗んだり、騙したり、暴力を振るったりしてでも欲しいものを手に入れようとします。自分の身や心を売ってまででも、物欲を満足させようとします。それが幸せにつながるはずがありません。アパリグラハを実践するには、まず自分と他人を比較するのをやめることです。そして、誘惑に負けない自分を作り上げることです。テレビでも、道路沿いに立てられた看板でも、最近は携帯電話でも、どこへ行っても宣伝ばかり見かけます。精神訓練によって欲望が自然に薄れていくまでは、そういう宣伝に目を向けない方が賢明だと思います。アパリグラッハを実践する際に気をつけなければならないポイントは、頑張りすぎてしまうことだと思います。一度こういう生徒さんがいました。真剣にヨガを修行していた男性で、毎週欠かさずクラスにも通い、家では毎朝のように瞑想し、ヨガに関する本をたくさん読み、完全菜食主義者でした。その生徒さんがある日相談に来ました。僕は執着心をほとんどなくしました。いい収入のあった会社も辞め、安いアパートに引っ越し、財産もほとんど処分しました。今は貧しいけれど、幸せな生活をしています。でも、
もっと高いレベルがあると信じています。そしてそこに到達するには、さらに諦めなければならないものがあるような気がしてなりません。ただし、それが何なのかわからないので、ずっと悩んでいます。先生、わかれば教えていただけませんか？その質問に対して、私は次のように質問で答えてあげました。これ以上諦めなければならないものがあるという考えに執着してはいませんか？彼のその時の表情は悟りがあったかのように目と口を大きく開けてしばらく言葉が出ない状態でした。ヨガの教えに沿って生きようとする者にとって仏教の中道を歩むという教えと組み合わせればいいと思います。熱心に目標を目指すのはいいことなんですが、その過程で狂信的にならないように気をつける必要があります。いかにして理性を失わずにカイバルヤに到達できるか、ヨギ一人一人が直面する課題ではないかと思います。はい、では、ヨガアサナを始めますので、立ってください。準備運動から始めます。両足を腰幅ぐらいに開いて、腕を前に伸ばします。息を吸いながら腕を横に開いて、吐きながら前で閉じます。吸いながら開いて、吐きながら閉じます。できる人は目を閉じながらやってみてください。5回ぐらいやります。終わったら腕を下ろします。次は胸の前で手を合わせます。息を吸いながら手のひらを返して上に伸びます。ここでキープします。目を閉じられる人はまたここで目を閉じます。もう少し難しくしたい人はかかとを上げてみてもいいです。息を吸って上に伸び、吐きながらゆっくりと右に倒れます。左の肩をやや後ろに引き、上の方を向きます。ここでキープしましょう。息を吸いながら中心に戻ってから吐きながら左に倒れます。右の肩を少し後ろに引いて上の方を向きます。息を吸いながら中心に戻ってから今度は後ろに反りましょう。吐く息で後ろに倒れます。難しい人はここで目を開けてもいいです。できるだけスムーズに呼吸をします。息を吸いながら中心に戻ってから吐きながらそのまま前に倒れます。手は組んだままでもいいですし、逆の肘をつかんでもいいです。または手をマットの上に置いてもいいです。息を吸いながらゆっくりと起き上がって、吐きながらリラックスしましょう。次は肩を回します。肩の上に手を置きます。そして肘を片方向に10回ぐらい回してから反対方向にも10回ぐらい回します。できるだけスムーズに、できる人は両肩で同じぐらいの大きさの円を描くようにして回しましょう。
はい、10回ほど終わったら腕を下ろしてリラックスします。肩を動かしてもいいです。次はパルスウォッタナーサナです。両足を広めに開き、右足の方を向きます。息を吸いながら両腕を上に伸ばしてから、吐きながら前に倒れます。顔を右膝に近づけ、両手はマットに置くか足の上に置きます。背中をストレッチしながら前に倒れます。ここでキープしましょう。息を吸いながらゆっくりと上に伸び上がってから、前を向いて吐きながら腕を下ろします。反対側をやりましょう。左足を前にして左の方を向きます。息を吸いながら両腕を上げてから、吐きながら前に倒れ、顔を左膝に近づけます。両手はマットに置くか左足の上に置きます。背中を伸ばしながら前に倒れます。息を吸いながらゆっくりと起き上がって、中心を向いて吐きながら腕を下ろします。今度は前に倒れます。息を吸いながら両腕をまず上に上げてから、吐く息で前に倒れます。両手をマットの上に置きます。体の柔らかい人はここで肘がマットにつくかもしれません。息を吸いながらゆっくりと上に伸び上がってから、吐きながら腕を下ろしてリラックスします。次はパルスワコナーサナです。足を広めに開いて右足を前にします。右膝を曲げ、右の腕を右のももの上に乗せます。両手の指はピンと開きます。息を吸いながら左手を上に上げて上を向きます。ここでキープするか、吐く息で左手をさらに頭の右の方に持っていきます。そして難しくしたい人は右手をマットに置いてもいいです。できる人はここでお尻の位置を下げ、左手の指先から左のかかとまでができるだけ一直線になるようにします。上の方を向いて、目が閉じられる人は目を閉じてみます。体の左側全体に気持ちいいストレッチを感じていると思います。今日は続けてパルブリッタパルスバコナーサナに入ります。左手を吐く息でマットに下ろし、吸う息で右腕を上に上げます。上の方を向きます。難しすぎるという人は左手を椅子やブロックなどの上に置いて行うと良いです。息を吸いながらゆっくりと起き上がって前を向きます。吐きながら腕を下ろして一旦休憩しましょう。反対側を行います。左足を前にして足を広めに開き、左膝を曲げ、左の腕を左のももに乗せます。息を吸いながら右腕を大きく上に伸ばし上げて上を向きます。右腕を吐く息でさらに左の方に持っていってもいいです。お尻を下げられる人はお尻を下げて、右手の指先から右のかかとまでが一直線になるようにします。視線は上に向けて、目を閉じられる人はここで目を閉じます。
を吸って、吐く息で右手をマットに下ろします。そして吸う息で左腕を上に上げます。視線は上に向け、体の力を抜きます。息を吸ってゆっくりと起き上がって前を向き、吐く息でポーズを解きます。次はマットに足を広めに開いて座りましょう。次は開脚の前屈のポーズです。まずかかとを蹴り出して足の指を上に向けましょう。息を吸いながら上に伸び、右を向いて吐く息で押し出すようにして右足の上に倒れます。右の足をつかむか、手をマットに置くか、またはベルトが必要な人はベルトを使ってもいいです。左の足の指が上を向いているのをチェックします。息を吸いながらゆっくりと起き上がって前を向き、吐きながら腕を下ろします。反対側をやりましょう。息を吸いながら両腕を上げ、左を向いて吐く息で押し出すように左の足の上に倒れます。顔を左膝に近づけ、手で足をつかむか、手をマットの上に置くか、またはベルトなどを使います。今度は右の足の指が上を指しているのをチェックします。息を吸いながらゆっくりと起き上がって吐く息で腕を下ろします。次はパルビタジャヌシルシャーサナです。右手を右膝の前に置きます。息を吸いながら左腕を上げて上を向き、吐きながら左腕を右足の方に持っていきます。途中でストップしてもいいし、体の柔らかい人は両手を足の上で合わせてもいいです。左の肩を後ろに引いて上を向きます。さらに深いストレッチを感じるために、左足の指が上を向いていることをチェックしましょう。息を吸いながらゆっくりと起き上がり、吐きながら腕を下ろします。反対側をやります。左手を左膝の前に置きます。息を吸いながら右腕を大きく上に上げて上を向きます。そこでストップしてもいいです。右手をさらに左の方に持っていってもいいです。あるいは体の柔らかい人は両手を左足の上で合わせてもいいです。右の肩を後ろに引いて上を向きます。息を吸いながらゆっくりと起き上がって吐きながら腕を下ろします。足の裏を合わせ、両手で足をつかんで膝を上下に何回か動かしましょう。左足を斜め前に伸ばします。右手で右の足の裏をつかんで左手は後ろに置きます。息を吐きながら右膝を伸ばしていきます。背中も伸ばして頭は後ろに反らせます。そしていつものように左足の指が上を指しているのをチェックしましょう。このままキープします。息を吸って吐きながら両手で右の足をつかんで胸の方に引き寄せます。
できる人は左の方でなく胸の真ん中あたりに来るようにしてみてください。ここでキープします。息を吐きながらポーズを解放します。反対側をやりましょう。右手を後ろに置き、左手で左の足の裏を使います。そして吐く息で左足を伸ばします。背中を伸ばして頭を後ろに反らせます。息を吸い、吐く息で左膝を曲げ、両手で左足をつかんで、足を胸の方にできれば中心に来るようにして引き寄せます。息を吐きながら左足を下ろして休憩します。次は左を下にして横になります。肘をついてもいいですし、腕をマットに伸ばしてもいいです。右手は胸の前に置いてもいいです。ヒップを重ねたまま右足を上げたり下げたりします。息を吸いながら上げて、吐きながら下ろします。吸いながら上げて、吐きながら下ろします。これをご自分のペースで10回ぐらい行ってください。終わったら右足を前後に振ります。吐きながら前、吸いながら後ろ。これを10回ご自分のペースで続けてください。次はアーナンターサナというポーズです。右膝を曲げて、右手で右の足の裏をつかみます。そして先ほどと同じように右膝を少しずつ伸ばしていきます。完全に伸ばせる人は完全に伸ばしましょう。また肘をついてもいいですし、左手をマットに伸ばしてもいいです。気持ちいいところに置いてリラックスします。息を吸って吐きながらゆっくりと右足を下ろします。反対を向きます。右腕はマットに伸ばすか、肘を曲げて頭を支えます。左手は胸の前に置きます。息を吸いながら左足を上げ、吐きながら下ろします。吸いながら上げ、吐きながら下ろします。ヒップが縦に重なるようにします。終わったら左足を前後に振ります。前に来るときに息を吐き、後ろに持っていくときに息を吸います。
終わったら左膝を曲げ、左手で左の足の裏をつかみ、左膝を伸ばしていきます。右腕は肘を立ててもいいし、腕をマットの上に伸ばしてもいいです。息を吸って吐く息でゆっくりと左足を下ろします。両膝を体に抱え込んで横に転がって背中をマッサージしましょう。では起き上がります。右手を頭の上に上げ、左手をマットについて両手で体を起こします。次はスッカーサナ、あるいは楽な姿勢で座ります。両腕を前に伸ばして親指を下に向けます。右手を左手の上に乗せて指を絡ませて、手を下から上に回して肘を伸ばしていきます。このままリラックスします。息を吸い、吐く息でポーズを解きます。一旦休憩して手を振りましょう。反対側も行います。両手を前に伸ばして親指を下に向け、左手を上にして指を絡ませます。そして下から上に回し、できる人はここで肘を伸ばしていきます。二の腕のたるみを解消するポーズです。息を吸い、吐きながらリリースします。手首を振ります。今日は目の運動を行います。楽な姿勢で座ります。目を開けながらやっても閉じながらやってもいいです。まずは目玉を上下に動かします。上、中心、下、中心、上、中心、下、中心、あと3回行います。次は左右です。右、中心、左、中心、右、中心、左、中心、あと3回行います。次は右上、左下です。右上、中心、左下、中心、右上、中心、左下、中心、あと3回行います。次は左上、右下です。左上、中心、右下、中心、左上、中心、右下、中心、あと3回行います。次は目玉を両方向にぐるぐると回します。まず上を向いて、どちらから始めてもいいので片方向に5回、そして反対方向にも5回、大きくゆっくりと目玉を回します。頭も一緒に動いてしまいがちですが、できるだけ頭は動かさないようにします。
次はトロンボーンという動きです。右腕を上げ、親指を見つめたまま腕を曲げたり伸ばしたりします。腕を伸ばしている時も、親指を鼻の真ん前に持ってくる時も、できるだけ親指に焦点を合わせます。5回やりましょう。両手をこすり合わせて温めてから、優しく目の上にかぶせます。今日はトラタカという技法を行います。トラタカはサンスクリット語で凝視するという意味で、何か一点を見つめながら集中するヨガのシャットカルマ、つまり浄化法の一つです。綺麗でどんなに見つめても飽きないのと、人間の脳をトランス状態に導くパワーを持っているという理由で、トラタカには炎がよく使われます。この技法は初心者でも上級者でも同じぐらい効果が期待できます。トラタカの効果としては、目の疲れを取り除き、涙腺を浄化し、目の筋肉を強化し、精神を落ち着かせ、集中力を高めるのに加えて、スピリチュアルな面では第三の目としても知られるアーギャチャクラを開くと言われています。画面にキャンドルが映っていますが、本物のキャンドルを使いたい方はここで動画を停止してご用意ください。あとは涙が出た時のためにティッシュを1枚用意してもらっても結構です。楽な瞑想の姿勢でまず座ります。炎をほぼ目の高さにして、目から1メートルくらい離れたところに置くのが理想的です。目を閉じず、目玉をほとんど動かさずに、キャンドルの炎を凝視します。そうしますと、次第に目が涙ぐんできます。これが期待している効果です。できるだけ目をパチパチしないように、そして炎から目を離さないようにします。涙が出たらそれでいいのです。今日は5分くらい行いますが、練習して上達するにつれ時間を長くしても良いです。長時間を行う場合は、時々休憩をして目を休めてください。では、膝の上に手を置いて、2、3回深呼吸をしましょう。心の準備ができたら、キャンドルの炎を見つめ始めてください。
それでは終わりにしましょう。目を何度かパチパチします。手をこすり合わせて温かくしてから両手を目の上にかぶせます。少しリラックスしてから準備ができたら手を下ろして目を開けましょう。では最後のシャバーサナに入ります。マットに仰向けになります。この動画の停止ボタンを押して、お好きな時間だけ休んでからストレッチなどを終わらせて準備ができたら起き上がってまたプレイボタンを押してください。いかがでしたでしょうか。今日最初のお話、ニーモオイルのお話をしましたけども、他にそういった、豆知識とか他のヨガをやってる方に役に立つ情報などがある人は、コメントのとこにぜひご記入ください。このクラスでまた紹介するかもしれません。はい、ではマントラを唱えて終わりにしましょう。オーム・サルヴェ・ババントゥ・スキナハ、サルベサントニラマヤ、サルベバドラニパッシャントマカスチットカバババベット、オムシャンテシャンテシャンティヒ。ありがとうございました。ナマステ。